はい、おはようございます。今日は甘鯛ですけど。甘鯛やでーす。甘鯛やねんけど。今日ちょっとあれですね。なんと。お天気がちょっと心配ですね。なんといっても雪予報ですから。どうした。なんで、よりによって。私今日あれです。2023年初めての船釣りなんですけど。あ、船釣り。まあ前途多難って感じですね。いつ雨とか雪が来るかわからないと。まあだからなるべく早く頑張って釣りたいところです。甘鯛は経験はあります。先月2ヶ月前ぐらいもやって5、6回はやりました。プライベートでも行ったし。本当。はい、力強いね。でも私永遠の素人なんで。でも頑張りましょう。そうね、頑張りましょう。あ、今着底してからってことですか。そうそう、着底して。はい、1メーターぐらい。で、ここから。ゆっくり。途中に止め入れた方がいいんですよ。ああ。1メーターぐらい上げた状態から、1メーターぐらいまた上げる。下げて。また下まで落として。おお。また飛び直して。そしたらまたこうやって。おお。なるほど。これ綱から上げる高さって。だいたい。1メーターぐらいが基本なんですか。いや、1、2メーターぐらいですね。じゃあ結構幅あるんですね。そうですね。あれすら2メーターぐらいあるんで。はい。大体そのぐらい。あと重りで海底叩くみたいな最近聞いたんですけど。自分はあんま関係ないですよね。なんかそれでリーチするところ。多分やってって言った後に下すぐ落とすじゃないですか。はいはいはい。落として。で上げた時にすぐ当たったりするんですよ。そういうのがあるから多分有効じゃないかっていう最近言われてるわけですか。なんとも言えない。実際は分からないです。見たことないから。合わせって必要なんですか。合わせはねした方がいいです。一応ね。本当はもう針当たってる時点でもう食ってるんだけど、一応合わせた方がいい。どれぐらいな感じでさっきみたいな感じで。そうそう、ゆっくりです。幸せな感じでゆっくり。最近甘鯛どうですか。には行ってないけど、まあ行けばね、そこそこやってます。あ、そうですか。じゃあ期待ですね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。餌を極めか。はい。重り何号ですか。結構水深距離110とか言ってたから、まあまあ重いのかな。60。もっと重いかと思ったね。でも港から10分も走ってない。ね、すぐ着いたね。はい、そんな針大きくないね。そうなんですよ。もう甘鯛はめちゃめちゃビギナー向けな釣りなんで、仕掛けもめっちゃシンプルだし、釣り方もすごくシンプルなので。それでって美味しいと。そうなんですよ。甘鯛美味しいって言うよね。俺食べたことないけど。え、ないんですか。ないのよ。あ、やばい、手がかじかんでつけづらい。寒い。中から最後出すと。出す感じで。まっすぐ。まっすぐつけます。お、いいね、うまい。あ、日本針か。仕掛けが全長2メーターって言ったっけ。2.2。ちょっと長く。今日は。雪でいつ帰るかわかんないから。これだけ意識していきました。さあ、1投目で来るか。短期決戦目指して。ですよ、マジで。しゃあ。どうします、これじゃ。入れないし、釣れないし。もうすでに雨は降り始めてるからね。伝説の貝がありますね。おつつのイサキね。はい。怒涛の大荒れで。なんとよってほぼ釣りせず。ね、でもそんなに揺れてないね、船はね。そうですね。今日はなぎです。なぎだね。風は吹いてるけど、風裏なのかな、ここがね。ラッキー。親指でちょっと押さえてます。以上。血管で。今80メーターいったね。わあ、深いね。はい。つけてるとね、全然違うの。おお、手袋。おお、気合入った。おお、当たってない。来た。やった、来た。棚1メーターぐらいですか。おお。お、船長来た、船長来た。よしよしよし。あ、いる。うそ。すげえ。甘鯛ダブルいきなり。やった、すごいすごい。初アマダイ、初アマダイダブル1投目、すごい、イエーイ、素晴らしい。初アマダイダブル、やった。ゆいちゃん、やばい、下にいる。わら、これすごいさ、今日。餌もうないかも。ちょっとあげます。はい。ダブルヒットはちょっと暑すぎません。急にやる気になったね、ゆいちゃん。いやー、まだいましたね。さっきまでテンション低かったのに、あのダブル見たらやる気になったね。寒さなんて忘れましたわ。飛んだね、今ね。目覚めたわ、俺も。やっぱいいね、アマダイ綺麗だね、ピンク色で。あ、そういえばピンク着て。アマダイカラー。さすが。形から入る。うわー、餌ないね。ないですね。食われてるね。来た。お、入れ。来た。よしよしよし。おお、来た。この引き。おお。ちょっとあんま早く合わせすぎるとバレちゃう。おお、結構今待ったもんね。だいぶゆっくりだった。さすが。前回のアマダイ釣り、それで結構ね、バラしたの。本当、慌てちゃいけないんだね。タチウオとかの癖で、パーンってやったら。ねえ。そうなんだ。うわ、おもろかった。いや、来たね、ぐんと入ったね。あ、よし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 。いいサイズ、いいサイズ。やった、よかった。うまい、今回のはうまかったね。よっしゃ、最高やん。やったね、早いね。綺麗なアマダイでしたね。おめでとう。すごい可愛い。やった。はい。よかったら皆さんのグッズ今発売してます。何のグッズ？10万人記念グッズ。ゆいちゃんの YouTube 10万人達成記念グッズ。1週間しか売らないんだけど。本当？多分今のところね。本当？よかったらです。おすすめは何？迷う。でも他は裏起毛のフリース素材のパウダーですね。なんかないんですか、日刊釣りちゃん。日刊釣りちゃんのステッカーを作ろうかなと思って。ね、ゆいちゃんも第2回日刊釣りちゃんカップ出てくれたんだけどさ、あの時のお客さんがステッカーないんですかってすごい。言ってくれて、ゆいちゃんも大魔神佐々木さんのステッカーをばっかに貼ってるよね。日刊釣りちゃんもこのサイズぐらいの。あれでかくない？佐々木さんの。いいか。さすが佐々木さんだよね。ダイナミック。あれ、やっぱり潮止まりに向かってんのかな、なんか。終わっちゃうんちゃう？何？ちゃう。終わっちゃったんちゃう？来た？うわ、やった。あら、これいいよ。結構引きが強い。デカアマダイ。お、上がんない。おお。なんだこれ。エイだ。いやー、エイだ。入った。よっしゃ。あ、そう。おい。そう。よしよし。1時間ぐらい来なかったもんね。うん、結構経つよ。可愛いけど来た。可愛い。可愛い。はい。いや、これはそうだな。可愛いかったね。はい。来た。うわ、森だ。やりましたー。八王子あたりは雪が積もり始めたって。八王子通るんじゃないですか。八王子は通らないけど透明だから、うん、八王子は雪が積もり始めたって。新幹線で帰りますか。八王子が一番いいですけど、やっぱ早く上がって早く帰った方がいいと思う。雨はいいんだけどさ。そうね、帰りがね、雪積もる前に帰らない。そうね、横浜降ってるって。横浜雪降ってるって、パラパラ降ってるって。ゆいちゃんにもう一匹釣ってもらって、ゆいちゃんもう一匹釣って帰ろうって。釣れないんだもん。え、なに、みぞれ。だって急激に今冷えてるもん、寒いもん、さっきより。冷凍庫。助けてみんな。助けて。昔おかまりと西湖行った時にさ、氷が降ってきてさ、バチバチって。危ない危ない。すげえ寒くて終了。終了？うん。一匹もブラックバス釣れなかった。やっぱり。海水の方が暖かい？うわ、ガクガクしてる。さあ、審判が時計を見た。審判時計を見た。あと30分やって。30分。やだという声が。もう無理。あと10分か。ラスト1投か。ラスト10分か。はい。あと10分。10分で頑張って。オッケー。1匹釣って。よっしゃ。さあ、あと残り5分です。ああ、頑張れ。10時になった。終了。全然当たんないし。惜しいとかもない。全くなかった。私が前回山台やった時は全然これより小さかったから。あ、本当。サイズはいい。今日はすごいいい形に。あ、本当。塩はね、全然動かないもんで。ああ。あんまり探れなかった。やっぱ塩動いてなかったんだ。動いてなかった。短期決戦でしたけれども、6匹ゲットしました。ねえ、頑張ったね。港に帰りまして、今日は早めにね、上がっていきました。そうね。はい。はい、お疲れ様でした。はい。そういえば、視聴者の皆さんにプレゼントです。え、何？バレンタインデー。おお。ありがとう。視聴者さんに、カムさんにじゃない。あ、俺じゃないの。あ、視聴者の方に。視聴者の方。あ、すごい。よかったらバレンタインなので。じゃあ1名様。1名様。ありがとうございます。カノさんのいいじゃないですか。あ、わかりました。じゃあ応募は概要欄に書きますんで。はい。クッキーになっております。あ、そうですか。はい。ありがとうございます。じゃあ雪降る東京に戻ろうか。帰りましょう。はい。お疲れ様でした。